ママ夜勤明けの散歩です。まだ9時なのでちょっと寒いです。サブちゃん今日風がちょっとあるのでサブちゃん見えない敵とたまに戦ってます。している人以外誰もいません。もうちょっとするとね保育園の子供たちが出てくるんですけど今日はその前にお散歩しました。サブはまたボンちゃんと戯れてマッチョちゃんになりました。ボンちゃんと戯れてる時あまりに楽しくて写真も動画も撮るの忘れちゃったねえ。また遊んでもらえたね。サブが遊んであげなきゃいけないのにさいつも遊んでもらってる。あいつはなちょっと生意気だね。お母ちゃんにチューしたからなおいらはこの野郎って言ってやったでや。珍しく焼き餅を焼いたサブちゃんでした。はい行くよ。チビちゃんたちがいっぱい出てきた。